マスダ・オサムは、日本の実業家。アストモスエネルギー代表取締役社長や、同社代表取締役会長、日本 LP ガス協会会長、日本 LP ガス団体協議会会長を務めた。東京都出身。1975年東京都立、青山高等学校卒業。1980年一橋大学法学部卒業。大学時代は、 一橋大学ラグビー部に所属。大学卒業後、三菱商事入社。2008年海外石油事業、ユニットマネージャー。2010年環境、水事業本部副本部長。2012年理事。2013年アストモスエネルギー取締役、副社長。2014年からアストモスエネルギー代表取締役社長を務め。2016年には、 東京ガスリキッドホールディングスとの間で包括的な事業提携の基本合意を行った。同年 LP ガス振興センター理事長。2018年アストモスエネルギー代表取締役会長。日本 LP ガス協会会長や日本 LP ガス団体協議会会長なども務めた。2021年中南米カリブ海振興協会顧問。 ABCDE アストモスエネルギー社長に、マスダ氏日本経済新聞2014年2月27日我が友我が母校、一橋大学アストモスエネルギー社長、マスダお日韓工業新聞、2017年4月19日こっち、AB アストモスエネルギー社長に、マスダお日韓工業新聞2014年2月28日5時、ついでみつと、 東ガス市会社が提携 LP ガスの配送網強化で産経ニュース2016.101817時19分平成28年度第1回理事会開催報告 l p g c ウェブ通信ボリューム282016.0711発行 LP ガス振興センターイコール LP ガス国際セミナー2017が開幕リムマーケットニュースアストモスエネルギー社長に 荒木誠也氏日本経済新聞2017年10月11日20時52分、日本 LP ガス団体協議会アストモスエネルギー、前会長の増田治オ氏が、中南米カリブ海振興協会の顧問に任命されました。一般社団法人ラテンアメリカカリブ振興協会2月2、2021、ありがとうございます。